このあたり平瀬さん、はい、左で攻めていたところ田中を右で使ってきましたが、わー、いいボール、シュート、決まった。先制点は仙台育英学園。後半22分、9番の佐藤亮、このクロスですね。これいいボール入りましたし、フリーの佐藤亮のヘディングでした。佐藤君もね、抜群のポジション取ってましたしね、ヘディングもね、うまかったですね。見事なクロス、そしてシュート、うん、仙台育英学園が後半22分、まずは先制点を挙げました。で、まあ、戦術というところ、まあ、技術もそうですけども、非常にね、幅も広くなって、その島野の、あ、来ましたね、決まりました。10番の島野からまた9番佐藤亮、今日の得点目、後半35分の得点です。2対0。いや、今いい形でしたけど、まあ、どちらかというと島野君の、まあ、個人技からですよね、はい、からしっかりここを割って入ってきましたけれども、まあ、ここのホットラインですよね、まあ、来るってもう分かってね、ゴール前、まあ、いるっていう、まあ、素晴らしいコンビネーションだったと思いますね。サッカーを通じて人を育てるという黒田和夫元監督のそのモットーを引き継いでいる亀谷監督のシュート、もうシュート、もう決まった。3番の島田、後半アディショナルタイム42分、島田が1点を取りました。滝川第二高校4年ぶりの選手権の得点です。